どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グールリインボーク駆逐ピエロを駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。で、今回の占領戦から、ピエロの報酬なんですけど、いつもピエロコインっていうのがね、もらえるんですよ。で、それが与えたダメージによって、駆逐ランクみたいなのが実装されてですね、報酬が少し多くなる場合のピエロが出現するっぽいですね。全部ではないっぽい。とりあえず削りながら話していきましょう。あ、やべ、しくった。エトでブレイクしたいところなんですが、ちょっとミスったな。そうか、右オールに変えてアタックポイントが高いんだな。これいつも右なんか別のキャラにしてて、アタックポイント5ぐらい少ないんで、全員両端削り切ってからエトで殴るとエトでちょうどブレイクできるようになってるんですけども、このまま行きましょう。多分いけると思うんで。で、そんなね、ダメージポイントを多くする必要はないんですよ。ダメージをそんなに稼がなくてもいける。最上位ランクの S ランクっていうのになると40何コインかねもらえるんだけど、それはそこまで難しくない。奥ダメージ出さなくても全然いける。何千万かそれだけでもいけたんで、削りながらお話していきましょう。ピエロコインショップに並んでる派遣キャラ、ご存知の通りですね、かなり優秀な、派遣キャラが並んでるので、ピエロをガンガン周回してね、派遣キャラ取って、その次の占領戦どんどん有利に、していってもらいたいと思うんですけど、ただね、今までが普通にやって7コインだったのかな。普通にやって7コインで、で、討伐報酬で10コインか。いや、これ間に合わねえかな。今、エトのスキル、間に合わなかったか。いいや。これで出血させて、一旦目はこれで終わりかな。あんま削れなかったけど、それでも700万ぐらいは削れてるんで。ちょっと、あれだな。オールの、ブレイクは5ぐらい残さなきゃ、じゃあアタックポイントは5ぐらい残さなきゃいけないということを頭に置いて、オールを全部やって敗勢の方を5ぐらい残すか。これで1234、多分これいける。 OK。 もう1回削れるのか。いいや。ってことは敗勢を残り4にして、次の1回でエトだな。 OK。 占領ポイントを貯めてくれるハロウィンの金木とか、なので重蔵とか有馬とかが最近は優秀なのかな。時短キャラとして10日とか取ってもいいと思うんですけど、ここまできっちり行動を見て削らなくてもいいような気もするけど、ガンガンじゃあ削っていきますか。そんなもう行動を気にしなくていいか。パターンはオールかなり火力出てるな。やっぱ出血させると違うな。出血プラスエトのブレイクバーストプラスエトのスキルのバフかで、出血キラーも持ってるし、特攻かかってるハイセよりか出てますね。やっぱオール強いな。久しぶりにムカデ君も入れてるんですけど、ムカデはね、素のステータスの攻撃力はバケモン並みに高いんで、今こう見るとそんな火力は出てないかもしれないけど、素のね、ステータスの攻撃力がもうバケモンなんでね。600だったからムカデは確か。で、このターンで3000万、大体3000万ぐらいかな。1ターン目もうちょっときちっとやってれば、この駆逐ちなみにブースト剤とか何も使ってない普通の駆逐なんですけど、いけるんじゃないかなと。オール貯めてますね。敗勢を4残すまで3456789で、これでエイトでブレイクね。 OKOK、 コツをつかんだ。で、あとは普通に削っていくか。お返しです。クリティカルを出してんのはこれエイトかな。で、今で4000万ぐらい。残り2ターンあるから多分8000万ぐらいはいけるかな。
OK。でも多分このピエロ、俺ね、未だにあのピエロのあの、区別ついてないんですよ、その、S ランク取ればその、何十コインかもらえるやつっていうのが、区別ついてなくて。で、これで4残して、敗者で削る。で、エトでブレイクと。どうやって見分けつけるんだ、ちょっと知ってる方がいたらコメント欄にあの書いていってほしいんですけど、俺特別なピエロの見分け方わからないんですよね。シュカーク、3ターンの間出血だったから、あでもそうか、あれかオールのスキルであれだったね、確か延長するんだっけ出血ターンを、だから実質5ターンだから、まあ、武器レベルを強化してるかしてないかで変わってくるんだけど、ムカデのスキルかっこいいよね、カグネをこの地面に潜らせてズドン、あのあれなんだよ、なんか地面からこうズボって出す攻撃って、ナルトの中忍試験のナルト VS ネジのシーンが毎回思い出されるんだけど、このパターンの攻撃見ると、ああ絵とか次なんかあれだな、スキルたま、お待ってオールいったんだけど、はおピエロに殴られていくオールどうなん、お8000万乗らないかもしれないじゃん、ピエロにさ殴られてあいいや、でこれでエトで消してOK、 エトのスキル使ってムカデのスキル使ってハイセのスキル使って8000万乗るかな、奥はいかないだろうけど、結構適当にやっちゃったからきっちりやれば奥2000ぐらいはいくのかな、そんないかないかな、おちょっとオールもっと管理しときゃよかったな、で最後そうだな、ハイス一周余せるか、いや微妙よこれ、3、2、1、 OK ちょうどだね、あーシフトが1個残ってるから、まあ、後ろのハイルででも殴るか、オッケー、これで終わりか、まあ、ハイルは全然火力出てないね、特攻もかかってないし有利属性でもないから、またキラーを持ってるんじゃないかな、いや光キラー持ってないかこいつ、ただグールキラー持ってたかな、ピエロってグールっていう扱いでいいんだっけどうなんだろう、ゲームの方の設定ではどうなってるんだろうな、でとりあえずダメージ的には8300万ぐらい、あ今のあ戦いで与えられたんで、これでね、あの駆逐ランクが S だと思う、うん、ランク S、 多分 S までしかないはずで、評価ボーナスが7倍で、49コインですね、普通に取れるコインが7でボーナスが777の49コイン、これ以上はね多分ないとは思う、うん、俺もそんなピエロ最近ブースト使ってやってないから普通にやって S 取れたんで、まあこれでいいかなと思って、ないよね、というわけでですね、今回はまあピエロうまいということでね、報酬が、まあこれでピエロかなり死ぬスピードが速いんで、前はねその石3個砕いてターンエンドずっとターンエンドやってたけど、あの作業ってさ意味ない辛いじゃん精神的に、まあこっちの方がまだ気が楽だよねっていうのは最初かだけかもしれない、めんどくせえからターンエンドの方がいいわってなるかもしれない、どっちが早いんだろうな、普通に削って何千万かでこう S 取るのと、ターンエンドをその7回繰り返あの5回ターンエンドするのを7回繰り返して49コイン稼ぐのってどっちがいいんだろう、でもこっちだったら確実に討伐できるからピエロ、まあ、ピエロ討伐報酬も入ってくるし、まあ、こっちの方がまあいいのかなって感じですね、ただ S より上、うん、実装するべきなのかしないべきなのかっていうのは、まあ俺あんましない方がいいんじゃないかなって思う、ただ初心者って絶対ね、まあこのラインぐらいがちょうどいいんじゃないかな、あんま上やるとあまりにもこの差がさ開きすぎてあーってなっちゃうからまあ気分的にもここら辺でいいんじゃないかなと、はい、思います、というわけで、お疲れ様でした、また次回の実況動画でお会いしましょう、今回もイラストが届いております、どうぞ。